昨日のあれから、口を聞いてくれません。昨日の一件から口を聞いてくれなくなりました。かわいくないよ。こんなんじゃもう帽子なしで寝れないよ。スケロクさんにはこの髪型のせいでもう俺とはそういうことができないらしいです。気持ち悪くてそういう行為はしばらくできないし、萎えるって言われました。完全に嫌われました。自分で撮るのも恥ずかしいよ。このショックで昨日から夕飯から何も食ってません。夕飯も食ってません。食欲も湧かなくなりました。食欲も湧かなくなりました。完全に嫌われたよ。口聞いてくれないよ。どうしたらいいんだろう。マジで。自分で見たくないよ。
それ萎えるわ。これ見て興奮する女の子いたら、俺は逆に知りたいよ。こんな誰が見ても萎えるよ。誰が見ても、萎えるよ。ウィッグ買おうかな。ウィッグ買おうかな。この髪型のせいで完全にスケロクちゃんとスケロクちゃんと会話できなくなりました。俺が髪の毛生えるまで、そういう行為ができないらしいです。坊主なんてしたくないよ。ああ。朝起きたら髪の毛がないことですごい虚しい気持ちになり、虚しい気持ちと寒さで起きました。どうすんだよこれ。ビッグ買おうかな、もう安いの。こんにちは。きついよ。いろいろきついよ。本来ならば 今日から予定としては、昨日言った通り、本来ならば FX 配信者として生まれ変わるという
あ、生まれ変わるとか、また復活すると言っていたんですけど、ちょっとスケロクちゃんとこの髪型のせいなのかわかんないですけど、今かなり拒絶されてるので、いや、部屋を貸してくれないって言ってるんですけど、鍵持ってるんで無理やり入ってもいいですかね、それともやめた方がいいですかね。強制突破で、強制突破で不法侵入していいですかね。まだ付き合ってるからセーフですかね。まだ別れてないんでセーフですかね。それともスケロクさんに訴えられますかね。いや、鍵は合鍵もらってるよ。合鍵もらってるっていうか、一応借りてるよ。まずいっすかね。いや、一応一言添えて。いや、許可なしってか、いや、一言添えて行こうと思うんだけど。生理的に受けなくなったらもう本当に終わり。いや、それしょうがないだろう。これで生理的に受け入れるやついるの、逆に。生理的に受け付けなくなるだろう、これ。参ったな。あと、すごく衝撃っていうか、ビッグニュースなのか、この流れで言うのもあれなんですけど、なんか放送で言っちゃったらしいんで言いますけど、この流れで言うのもちょっとあれなんですけど、なんと、俺寝てたんですけど、なんと、これはもう何と言っていいのか分かんないですけど、あ、やめた方がいい。まあちょっとまだ言わないでおきます。まだ言わないでよく分かんないんで、ちょっと。とりあえず、FX をどうしようかな。いやー、ちょっとどうしよう。やめた方がいいですかね。本来ならば今日からやるつもりでバンバン、ビンビ、あ、すごいやる気を出してたんだけど、すごく萎えちゃいましたね、いろいろ。この頭にして。スケロクションからも生理的に、まあ生理的に無理とは言われないけど、ちょっと気持ち悪いってはっきり言われたし、あ、本当に気持ち悪いってはっきり言われたし。
自分で判断しろ。いや、自分で判断しろって難しいな。髪なんかすぐ伸びるか、いやもう気にするよ、こんなの恥ずかしめじゃん。こんな、じゃあ外でこんなやついます？外にこんなやつ歩いてる？いたら俺はもう2度見どころか3度見4度見するよ。こんなのいたら化け物みたいな、こんな化け物妖怪みたいなやついたら4度見するよ。化け物みたいな。妖怪みたいに、妖怪みたいじゃん。あ、ありがとうございます。ニコン坊主の方が、いや坊主はちょっときついっすね、これ。いや坊主の方が確かにいいけど、坊主また俺としてはこの真ん中が伸びてくれたらまあなんとかなるんだけど、こんなでウーバーイーツしたらやばいだろ逆に。いやウィッグ買おうと思ってる、正直。楽しいと思ったら俺がやってんじゃねえんだよ！何言ってんだよ！楽しいと思ったら俺がやってんじゃねえんだよ！俺が楽しいでやってんじゃねえんだよ！ムカつくな！クソムカつくな！恥ずかしくて、俺はね、寝てる時も帽子かぶってるよ、正直言って。一人なのに帽子かぶって寝たよ。自らネタでやってると思われたらもう頭くるね。いや俺がいけないんだけど、これによってスケロクちゃんに完全に拒絶されたのもイラつ、俺のあれになってるんだよ。カツラ買う、カツラも安くないからね、参っちゃうね。ドンキで2000円のウィッグ買ってた。いやあれダメだった、あれ変じゃん。ドンキとかのウィッグとかもう自らもう見た目がもうあれじゃん、もう見た目がわかるじゃん、あんなの。いや、たかが髪型でって。いや、この髪型、だって俺、あれだもん、一人の時だけだもん、こんなふざけたことやったことあるの。一人の時にはやったことあるけど、多分恋人いる時やったことないもん、こんなの。3万円返せばよかった。
いや、後悔してます、正直。ここまで重大、ここまで大ごとになると思わなかったんで、正直後悔してます。ここまで大ごとになると思わなかったんで。いや、FX や、本来ならば今日からもうバリバリっていうか、今日から開始しようと思ったんですけど、ちょっとスケロクちゃんがもうこの髪型に俺がしたせいで、ちょっと部屋をかもう貸さないと言ってるんで、今それとも強行突破するか悩んでます。強行突破するか。鍵は借りてるんで、ずっと前に。このまま強行突破して、スケロクさんに切られる覚悟で家に不法侵入するか、それともやめといた方がいいですかね。今非常に悩んでます。いや、やばすぎて、もう嫌だよ。もうずっと帽子かぶっときたいよ。ああ、これじゃ女性リスナーもいなくなっちゃうよ。俺のガチ恋が。ガチ恋がほとんどいなくなるよ。意味わからん。なんで3万返すの遅れたから。スケロク社以外にはね。いや、そりゃそうだけど、後ろどうなってんの？いや、どうすんだ、しばらく帽子だよ。ちょっと昨日 FX やるって言っちゃって、まだ言われてるか分かんないんだけど、パルちゃんの炎上ニュースでね、 FX 善逸君復活するって言われそうで怖いんですけど、大丈夫ですかね。言わないでほしいですね、正直言って。まだ、ちょっと中止してほしいですね。ニュースを中止してほしいですね、俺のニュースを。もう言っちゃった？いや、やらないってことってか、やらないってことじゃなくて、やれなくなりそうな状況に今なってるってことだよ。部屋を貸してくれなくな、貸してくれないって昨日言われたんだよ。こんな髪型にしたから。
ペンキ屋雇ってくれますか、カリちゃんさん。もう本当に本当のマジで。普通の仕事もできねえよ、これじゃ。知り合いとかじゃない、知り合いとかのところじゃないと。あ、ありがとう。あ、どんちき、大花火ありがとうございます。ありがとう。あ、ありがとうございます。七色さんからありがとうございます。その髪型で採用。ありがとうございます。いつから来れる？いつからって、いや、ちょっと今。FX をするか今。したらちょっと集中しないといけないんで、1週間はかかるんで、1週間後、予算が来るのが12日なんで、12日までに俺はFX をやるなら戦わないといけないんですけど、でもペンキはマジでちょっと、本当の真面目にちょっと言っといてほしい。本当の真面目に。やる気ない。いや、本当にあれだよ。仕事もしないといけない。ちょっと坊主にもしたくないしな。いや、金ないっす。ワンチャンある。金で人って支配できるんやな。まあ何も言えないよ、そりゃ。金返せば済めば、金返せばいい話だってみんなに言われそうだからね。じゃあ金全部返せよってね。俺も一刻も早くね。大ちゃんの誤算は、スケルはこんな怒ると思わなかったってこと？そうっすね、正直。いや、一応、パチンコ屋の時に、俺はもう、一応す、これ、無許可でね、ちょっとモヒカンになるって言った、モヒカンになってたら、スケロクシャも完全に嫌がると思って、一応 LINE 送った、モヒカンになるかもしれないって送ったんですよ。一応ね。だから俺としてはいいのかなと思ってやっちゃったんですけど、そしたら、まあやっぱり嫌だったんだろうね。こんな髪型にあって。想像を絶するぐらいひどかったんだろうね。想像を絶するぐらいひどい髪型だったんだろうね。いや、それは怒るでしょう。彼女がその頭にしたら怒らないの？いや、怒るけど。金なきゃ誰もつく、こんな昭和の、ヘアセットせいやって、ヘアセットどうやってすんだよ、こんなの。ヘアセットしようがないだろう。
想像を絶するぐらい嫌がってた。いや、それ嫌がるでしょ。もう、だって、エッチできないとまで言われてんだから。生理的に無理ってね。どうしようか。このまま俺は全てを逆行にして FX で勝負するか、全ての逆行を力にして FX するか、それともおとなしくこの家にいるのか、正直わからない。どっちが正解なのか。このまま俺は頭おかしい方向にどんどん行った方がいいのか、それともここは冷静になって俺はおとなしくここにいるのか。でも俺としては昨日あんなに大々的に FX 復活するってもう言っちゃったんだよ。言っちゃってんだよ。病んだ挙句にそのヘアスタイル。いや、BO は絶対やらない。いや、ちょっと、いや、強制的にやった場合、スケロクさんに、大丈夫ですかね？警察呼ばれたりしないですかね？不法侵入っつって。それがちょっと心配なんですけど。まだ付き合ってるからセーフですかね？付き合ってるから不法侵入にならないですかね？セーフですかね？ちょっと法律詳しい人いますかね？不法侵入になりますかね？なる？いや、ちょっと怖いな。いや、スケロクちゃん、だから、一言添えればいいんでしょ。やっぱり部屋貸してほしいから勝手に入るねって言って。毎回返せ言われてない。いや、まだだって別れてないし。いやー、もうどうしたらいいかわからないよ、俺も。いや、一応言ってるよ、もうスケロクさんにも。昨日はあの貸してくれるって言ってたんだよ。この髪型にする前は、この髪型にする前は貸してくれる予定だったんだよ。いや、ここマンスリーじゃんね、インターネットもないし。てか、パソコン自体、ちょっと、あっちにあるんだよ。そこの。動かせないから、壊れて。壊れて動かせないんだよ。ノートパソコン壊れてるっていうか、閉じれないから、画面が壊れて。
今ちなみにドル円ってかなり動いてますかね？いや、真剣な話してんだよ。この髪型で、この髪型ふざけてるわけじゃないんだよ。早くしないと12日来ちゃう。うわ、FOMC か。いやー。パレが大体、あ、やばい。紹介されてるって、帽子かぶんないと。パルちゃんやめてよ。取り上げないでよ。ちょっと中止してよ。何のこと言ってる？ FX のこと言ってる？何のこと言ってる？ FX のこと言ってる？あ、いや、重大発表じゃん、FX じゃん。FX、 いや、昨日までだったら言ってくれてよかったんだけど、今日今やるか迷ってる、やるか迷ってんのに言われると、ちょっとあれだな、怖いな。昨日だったらウェルカムだったんだけど、ありがとう、ありがとうって言ってたんだけど、ちょっと FX 復活って昨日は言ったんですけど、ちょっと状況が変わりまして、この髪型になったせいで部屋を貸してくれないって怒ってるんで、どうしたらいいんですかね。乗り込んだよ、スケロクちゃん。ここに。もうめちゃくちゃ怒ってたよ。まあ怒るのは当たり前だけど。あんな怒ってるスケロクちゃん、俺初めて見たよ。まあそれだけ俺のことを、まあ、俺のことで怒ってくれてたのかもしれないけど、俺に対して怒ってるのもあるけど、俺に対して怒ったのもある、もちろんあると思うし。まあでもよく考えたら、彼氏がこんな髪型になって、まあ怒んないのはあれだもんな。FX やるの？いや、 FX は正直言ってちょっとこの髪型のせいで、ちょっと今迷ってます。部屋貸してくれないって言われてるんで、ちょっとどうしようかなという。やった方がいいっすかね、逆光の。ここはさ、逆光でやるしかないですかね。
いや、電話出れないよ、今。電話出れないよ。取り戻してバカにしてるやつで見返してやれ。大王カット。すごい髪型になってる。この髪型になっても俺のことを嫌いにならないでほしい。この髪型になったけど、この髪型になって俺のことを嫌いにならないでほしい。今見た目は気持ち悪いかもしれないけども、心は俺なんだよ。見た目は確かに気持ち悪いかもしれないけども、何笑ってんの？電話来るよって。いや、俺だから出れないって。ありがとうございます。参ったね。もう今ちょっと俺情緒不安定だよ。どうしたらいいか。昨日の約束通り、みんなの前で FX を復活させるのが正解か、それともここはおとなしく家にいた方がいいのか。俺もちょっとわからないよ。あ、ありがとうございます。なんで横残してるの？残してるんじゃない、残されてんだよ。俺が残してるんじゃないんだよ 残されてるんだよ。いや、横さえ切ればね、まあまだ普通のモヒカンになるんだけど、横さえなければ、多少ね、こんな人がウーバーしてきたら嫌だ。俺だって嫌だよ。俺だって何にもせずにバッと押すよ。こんな髪型のやつ来たら、もう思わずバッと押しちゃうよ。いや、FX やるって決めてたんですけど、部屋を貸し、この、まあ、この髪型事件によって、部屋もう貸さないって言われたんだよ。部屋貸さないっていうのは、インターネットないのよね、ここに。あとパソコンがあっちにあるのね、スケロクさんに貸してもらってる部屋、あ、部屋っていうか家。
貸してもらってた家にずっと前置きっぱなしだから、それがないとできないのよね。いや、スマホで FX なんてやったところで見せれないじゃん、みんなに。動いてない画面見せてもしょうがないしね。パソコンないと始まらないじゃん。いや、床の毛は掃除したよ。スケロクさん来るなっていうのは分かってたろ。いや、分かんないよ。想像してなかったわ。想像してなかったわ。いや、寝カフェではできないだろう。クリさん、床の計算まで買い取ってもらえる。ありがとうございます。パルちゃん、俺に電話したの？ 俺に電話してるかな？俺に電話したのか。ああ、申し訳ないね。俺に電話してたね。スケロクさん、スケロクさんに電話したの？出た？この髪型にして俺のことを生理的に無理になった人います？この髪型によって俺のことを生理的に無理になった人います？いや、前からじゃねえんだよ。そんなこと聞いてんじゃないんだよ。ああ、ありがとう。元気出してって、ココリンさん。いや、元気は出ないけど、ありがとうございます。10個もありがとうございます。あ、ケーキバイキング、ありがとうございます。ありがとうございます。髪の毛5本分、5、10個、10本ぐらい生えそう。ありがとうございます。髪の毛10本ぐらい生えそう。嫌いにならないか。ありがとうございます。毛は生えてくるから、いや、かなり時間かかるよ、生えるの。正直言って、多分半年ぐらいかかるよ。それまでどうしようかな。ウィッグ買おうかなと思ってる、正直。さすがにこれで俺外出れないし。いや、復縁が先かって別に別れてないよ、俺。まだ。いや、俺、坊主は嫌なんだよ。もう、坊主俺好きじゃないんだよ。ただ、横だけもう、勘弁してもらいたい。横だけ剃りたい。もう。横だけなくしたい。坊主の方はマシだろう。いや、坊主は嫌だわ。アイコンの髪型とほとんど同じで、別にアイコンの髪型に戻したわけじゃないわ。
ああ、後ろ残したことあった。いや、パルちゃん似合うじゃん。モヒカンとか、いつもしてるし。パルちゃんモヒカンしたって違和感ないじゃん。うん、いつもしてるし。違和感ないじゃん。俺はしないじゃん。面白いって。みんなにとっては面白いかもしんないけど、俺にとっては恥ずかしいし、何より嫌なのは、スケロクさんに完全にこの髪型のせいで嫌われたかもしれないんで、それが一番嫌ですよ。はっきり気持ち悪いって言われたからね。まあ間違いないんだけど、はっきり気持ち悪いって言われたからね。俺とはそういうことしばらくできないと。未来に来るかもしれない。流行るかもしれない。借金で言いなりなのか、それが、まあ、それ、いや、それも、それがまあ嫌なんだろうけどな。言いなりになったから怒ったのが正解。でも、まあ、言いなりってこうなったのは確かにあれなんだけど、いや、気に入ってるわけないじゃん。おもちゃになって何でもやらされても怒ってるんだろう。まあそんなこと、でもそんなこと言っちゃったら俺が悪くなっちゃうんだよ。俺がさっさと早く3万円返しておけばこんなことにならなかったってみんなに言われるから。それを話したらね。お前が悪いってなんだよ。お前が悪いんだよって。お前が3万円早く返してたらよかったんだよって。自分は悪くないと思うの。いや、自分が悪いんだけど、とにかくちょっと今日のテーマっていうか、今日の問題としては FX をどうするか今悩んでるんですけど、どうしたらいいですかね。いや、どうしよう、マジで。あんな大々的に昨日言っちゃったんだけど。いや、もう借りないよ。これ以上。風船ありがとうございます。やめとけ。いや、やめといたら、でも、俺としては、嘘つき野郎になるのが嫌なんだよ。昨日やるって言ったじゃないか、嘘つき野郎って。いや、できないね。パソコンがないから。スマホでなんてやったってしょうがないでしょ。
スマホで画面、なんか動いてないの見せてやって。いや、イベントは出ない。いや、ポケット Wi-Fi 借りたところで、だからパソコンがないから。できなくなります。すいませんでいい。火薬さんみたいに変な FX 採集とかしたくないし、変な画面しか見せない、画面しか見せない、だからなんか直撮りみたいな、あんなのしたくないし。俺としては FX 配信をするなら、俺は FX 配信としてはちゃんと取り込まないとやりたくないからね。パソコン取りに行けばって。いや、だからパソコン取りに行けず、閉じれないんだよ。動かせないんだよ。パソコン壊れてるんだよ。そこはさすが。いや、あんなの見せたってしょうがないでしょ。あんな直撮りみたいの。窓ガラスしろ。とりあえずちょっとこ、もうちょっとしたら、ちょっともう一回ちょっと交渉してみます。あ、交渉っていうか、一応、LINE 送っときます。怒ってると思うけど。いや、今日からする予定だったんですけど、ちょっと今、まあ、この髪型に俺がなったせいで、まあ、なったせいでって、あと、まあ、俺が、ね、なんだろう、なんでも、ね、おもちゃにされてるのが情けなくて、多分怒ってんだと思うんですけど、ちょっと、とりあえず終わって言ってみます。いや、結構、いや、めちゃくちゃ遠いから無理だよ。明けたら持って帰れないよ。とりあえずちょっと枠終わって、ちょっと俺やるならもう設定めっちゃしないとできないから、今日できるかわかんないから、ちょっととりあえず LINE 送ってみれば。それでもダメだったら、もしかしたら不法侵入するかもしれない。やめとけ。いや、だってパソコンがないんだもん。お疲れ様でした。引退して働けよ、だって。